起きたと鈴村さんの共通点をみんなで考えましょう。うんうん、え、考えるの、うん、逆に僕とか大輔さんから見てっていうこともこう合わせると意外な一面が今回見えてくるかもしれない。ああ、なるほどね。自分の中ではどう思ってます？起きたと鈴村さん。まずはね。似てた困るよね、あの人とね。そうですね。でも似てる気もしなくはないよ。しなくもない。わからなくはない。うんこしろってやっぱ言いたいし、俺も。あるならバズーカ打ちたいし。俺にも剣はあるし。男は狼、生きてる限り狼ってね。おかしいな、多分歯車ってのが完全に外れてるな、これ。歯車そのものがないからね。これは。大惨事だ。俺、これ、オファー受けなきゃ終わったな。ちょっと待ってくださいよ。今回早いよ。早い。これからこれから。モーターとギアの相性が良くないんですよ。ハイパーダッシュモーターじゃダメなんですよ。それが良くないって話を今してるわけであって。はい、だから受けたくないって言うてるんです。なんだって？おい！このタイミング